初球空振りから三塁ランナースタート。やりたくなっちゃうんだよね。小松原、今日はショートゴロ。やばい。もったいないな。投げた。ほら、ほら言わんこっちゃ。どうだ。さあここはゲッツーシフトを敷きます。不幸です。先行。はい、どうも皆さん、こんにちは、UFO 高校です。本日は、春の選抜、準々決勝戦をやっていきたいと思います。もう、選抜もですね、まあ、4年ぶりという話を最初にさせていただいたんですけども、準々決勝からだったらもう全然覚えてないですよね。あれ、練馬東に負けて以来なのかな？忘れちったんですよ。すいません、もう全然覚えてないですね。まあそっから多分そことか以来じゃないかな、その決勝で負けたと、まあ後でちょっと探してはみるんですけど、ごめんなさい覚えてなかった。多分ないかもしれないんで、多分一言バンって書いておきます。じゃあ行きましょう。今日山村で、おい、墓かい、墓だった。吉野寺を見た瞬間、何か所か地名出るんですよね。あの茅野だったり、あ、茅野は草冠だ、ごめんなさい。よし、ごめんなさい、出てこないです。ちょっと待って、これはダメだ。ちょっと待って、これはさすがにダメだろ。先行チーム先制のチャンスです。ワンアウト。はい、見ていきます。バッターは新3年生山村。先行チーム最低でも外野フライが欲しい局面です。なるほど。いや、いかんだろうこれ。しかもキャッチャーええがよ、相手なげえな、実質ええじゃねえか。ひぃ、何かしらな形で点を取る。第9投げました。初球空振り。どうしようか、ここで意地でもスクイーズ決めたいよな。初球空振りから三塁ランナースタート。やりたくなっちゃうんだよね。一塁送る。ああ、初球それた。スクイーズ成功。先行チームリードで迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、バッターは新3年生山村。初球空振り、外のボール球に手が出ました。ということで、こういうのはバントを決めながら、バカ野郎、一塁アウト、スコアリングポジション。先行チーム追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、バッターは新2年生熊、初球を打ちました。うわー、うおー、意外な結果になった。いいバッティングを見せました。先行チームなおもチャンスが続きます。第9投げた、初球はストライク。まずは見送りました。強い打球パーンとね。今日は珍しく風がない甲子園。バッター追い込まれました。投球は3球目ボール。第4球を投げた、打ちました。あ、ダメだ、上げすぎ。それ完全にそれは間に合うよ。先行チームランナー1塁3塁残塁。4回の表が終わって2対0です。大量点ねえと間に合わんよな。柳川くんが調子いいじゃん。先行チームリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、バッターは新3年生山、初球を打った。これ間に合うか。ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターは2年生井草。今日はセンターフライとレフトフライ。第9投げた、決まった、ストライク。そう、風があんまりない今日の甲子園。2塁ランナー3塁へ向かう。ファール、投げた、ボール。なので期待はちょっとしたいところなんですね。セカンド牽制、二塁タッチセーフ。もう一度二塁牽制球です。タッチはセーフ、二塁がセーフ。空振り三振、イグサスイングアウトの三振に倒れました。おーい、第9投げました、決まってストライク。いきなり150キロ。第2球投げました、決まってストライク。アドボス、いっぱい追い込まれています。第3球を投げました、外を際どい、ボール。第4球を投げました、打ちました。どん詰まった。ボールを掴んだ。ああ、ダメだ。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー塩野、
残塁に終わりました。5回の表が終わって2対0です。柳川くんがなんとか粘ってくれる。先行チーム、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー3塁という場面で、バッターは新2年生小松原。今日はショートゴロ。やばいやばいやばい、あー落ちちゃった、落ちちゃった。1点返しました。外野があとタイマン、もう2塁でストップ。小松原タイムリーツーベース。先行チーム、なおもピンチ。おー、こういうのでだから流れ乗せちゃって逆転とかっていうパターンなんだよ。高速スライダーボール、まずは外角高め。もったいないな、もったいないな。投げた、ほらほら言わんこっちゃ。どうだ、ワンバウンドヒット。ほら見ろ、センターからセカンドへ。先行チーム追いつかれました。もたもたしてるからこんなになっちゃったじゃないか。ツーベースヒット。先行チーム、なおもピンチが続きます。第9投げた、ボール、まずはアウトコース。あのふざけた投球術いらないから、あの第2球なんとかして打ち損じるようなバッ、あの投球術をしてください。投げた、打ちました。はい、掴んでこれで3アウトになります。ただあの2点はマジで許さん。終了しまして2対2、柳川とうとう打たれてしまいました。せっかく5回まで調子良かったのに、お前なんだこの点はってなる。チーム勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは新2年生塩野。直球ストライク、インコースへ。どうしようかな、もう一向に打てる気配ないでセーフティーしバントしてきた。あー、ライン際いいとこ、一塁素晴らしい。記録はヒット。先行チーム、なおもチャンスが続いています。さあ投手あふれるバッティングを見せてくれるか。おっと、おっとデッドボール、デッドボール。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9潜在一遇の大チャンス、行ってこい、行くさ。スクイズ警戒してるな向こうは。投げた、低めストライク。もうあのなんだろうね、投げました、打ちました、一二塁間。あー、当たった。渋い。ここで大量点が出るか出ないかでまた変わってくるから、ね、さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。投げました、しかもまだノーアウト。あ、やばいやばい、もうお前本当にふざけやがって。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。第9投げました、ストレート、148キロストレート。1点と2点全然違いました。もう第3球を投げました、打った、打球、うわー最悪だ。アウト、スリーアウトチェンジ。ダメだよ、7回の表が終わった。最悪だ、この1点は最悪だ。1点勝ち越しです。いや1点じゃダメだって、あいつがもういらんこと、もダブルプレーなんかになりやがるから。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは新3年生ザバ。初球空振り、伸びのあるストレート。1球目空振りから第2球打ちました。スクイズするんだったかね。第3球は打ちました。はい、詰まり、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ワンアウトないって、この今は全然不調。投げた、打ちました、初球打ち、でも油断してるとまたでっかいに。投げた、打ちました、第3球を投げた、打った。ほら、こういうの打たれる、スタンドに入りました。こういうの出ちゃうんだ。次は4球目、流し打ち、どうだ。ほら見ろ、ほら見ろ、だから今んこっちゃ。ライトバックホーム、以下はナイスバッティングです。先行チーム、なおもピンチが続きます。ほら見ろ、だからあんだけ言ったの。さあここはゲッツー指揮を敷きます。打った、これはいい当たりだ、入れば逆転だ、伸びた、何しろ、だから言ったじゃん。逆転、スリーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。初球を持っていかれました、柳川がクリックを打たれます。だから言ったのによ、あいつはバカかって。本当に先行チーム、応援会で迎える8回です。ワンアウトランナー、先行チーム、ダイソー投入です。山が一塁に入りました。本当に情けないよ。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。まずは一塁牽制、あっと、いけないか、ダメか。第9投げた、初球打ち、なんで落ちないんだよ。もうこれでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。うわ最悪だ。本領を発揮することができるか。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、もう
もうなんかこのやつなんか見たことあるよ。何回も見たことあるよ、本当に。第3球は3球目。なんでそれ振らないの。ほんで追い込んで投げました。流し打ち、やった。歯が3つ。1塁ランナー2塁を回った。ボールは中継。いや、回ってよかったと思うよ。ツーベースヒット。先行チーム同点のチャンスを迎えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは塩野。塩野義製薬さんか。第9投げました。インサイド決まってストライク。どうしよう、もうこれ転がせ。もうさあ次の投球打ちました。はい、終わった。テレモ今拾った。1塁へ送る。先行チーム1点返しました。先行チームなおもチャンスが続きます。うわ、ほんとここで熱血なんて使うんだ。またデッドボールかよ。バッターは2年生イグサ。先行チーム1打逆転のチャンス。投げました。ストレート。まずはよく入ったんでしょうがんや。第2球投げた。決まった。ストライク。いや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 、もう本当にやる気が感じられん。第3球打った。これは内野ゴロ。セカンドこれは守備範囲内。アウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって5対4。先行チームあと1点を追いかけます。情けない。もうはい、もういいよ。中田とか追加点は与えたくない。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは新3年生谷川。新田まで回ってくるかな。中里降板。マウンド上ピッチャーは千田。今日3人目のピッチャーとして登板。もし回ってこなかったらもう投球を見せてくれるのか。あー、もうダメだ、終わった。もう終わった。まずは2塁牽制。2塁タッチはセーフ。投げた。高め際どいボール。千田はダメでした。投球これから2球目。インコース高めストライク。第3球ストライク。どうしてそうなっちゃうかね、本当に。第4球を投げた。打ちました。詰まった。取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。どうしよっか。もう千田進化は登板。右の進化は今日4人目のピッチャーとして登板です。もうあと小栗に任せるみたいな。同点な。はい、ん。さあ黄色い声援を背中に受けてどんな投球を見せるのか。初球を打ちました。はい、リーアウトチェンジ。先行チームこの回ワンアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。なんとか踏ん張りました。終了しまして5対4です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは大坪。先行チームここはなんとか塁に出たいところ。投げた。もうなんとか塁に出るしかないですね。さあ次の投球投げた。外れた。もうまあもう耐久策っていう形でいきますけど。投球は3球目。投げました。シュート見送ってストライク。まあそれ踏んなくていい。結構アウトコース狙っていくから。もう第4球を。あ、やばい。投げました。最悪。もう真ん中決めやがった。第5球三振したら許さない。投げました。打ちました。外野が深かったのが幸い。いやー、これどこぞで盗塁を決めるっていうパターンしかない。そうなんだよ、もうどこぞで盗塁決めるしかないんだよね。意外性ちょっと怖いは怖いけど。第9投げました。打ちました。あー、オッケー。もう決める。決めに行く。もうこれ失敗したらしよう。あぶねあぶねあぶね。二塁へ牽制を送ります。二塁タックス。あいつ切り出し危なかった。投げました。打ちました。あっと弾いた。おーっと山北カバーに入る。一塁送球。オッケー。ショートのエラーが記録されます。オッケー。バッターはピッチャー進化。どうしよっか。もうここ送るか。第9投げた。初球。あー素晴らしい。ピッチャーの右へ転がした。一塁はアウト。送りバント成功です。先行チームなおもチャンスが続いています。いやもうやるしかないでしょ。スクイーズ。第9ランナー走った。ストライクになった。タッチはアウト。あいつアホな。おい盗塁は失敗に終わっています。あいつアホな。おいお前ふざけんなマジで。これもしかし空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。あいつバカな。追い込んでから投げた。もうあいつバカじゃん本当。投げた。低め空振り三振。あー誰かさんのせいで終わったね。もうチーム準々決勝で散りました。谷川見事な完投勝利です。残念ながら最悪だ。もう準々決勝戦で最悪だ。もう誰かさんのせいでまた負けた。もう
このまま行きますか、もう進めましょう。ああ、最悪だ。もう戻れんかった？責任取ってくれ、もうあいつ。マジふざけんな、ほんと。はい、行きます。ひどい。柳川とマルキ責任取って、お前らもう、スタメンも一緒出したくねえ気持ちだよ、今。もうね、情けない、ほんとに。スクイズは決めやへんわ。なんであんなのを、あれすっかね。ああなっちゃうかね、君ら。もう、お怒りだよ、私。悪いけど。笑ってるけど、もう、怒ってるからね、もう、ふざけるんだったら悪いけど、野球やめてくれ、みたいな。もう、本当に情けないで。はい、まあ、そんな感じでね。もう、とりあえず新入生だけサクッと見て終わりにしたいと思います。はい。でももう、ここで基本的にカットかな。うん。まあ、そうっすね。はい。ぐだぐだなんか言っちゃっていろいろすみませんでした。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。